店行くよ、せーの、ゆずばばゆめせーじー、たっか声すごい、耳ちぎれるかと思った、僕のドチンコ飛んでくと思って、ちょっとびっくりしたよ。あれってかお前一気しかない、一気じゃねえ、一桁しかないの。誰？おめえだよ、緑。何言ってんだよお前、目おかしくなったんじゃねえの。メガネ割れろや。ごめんね、普通の文句言って。言ってみろ、いつも言ってるだろ。ここどっち行く？ん、下でしょ、右。お前だけ言ってるじゃん。俺3一番嫌いなんだよね。海ステージ3か5一番やだくね。俺は氷だな。わかる、氷はマジで腹立つ、氷はマジで腹立つ。あとね、あの幽霊のやつ、あの幽霊のやつ、あー6か、ゴミ結構難しい。あ、その上でごめん、叩かれる。マリオのゲームをね、文句言ったらね、叩かれるんで僕。はい、じゃあいきましょう。チンチン7しかないの。まんま、マリオのゲームでさ、下ネタなんて言っちゃダメだと思うんだわし。おめえこのステージで言ったろ、お前。ん、え、そんなこと言ったっけ。伝説の歌、ここでもらったっしょ。そうだっけ。そうだよ。あれミントショットでもらったっけ。そうだっけ。あんあんあん、そういう時もあったでごわすな。あったでごわす。待って。まあみんな、今回こそは協力していこうぜ。パート3だぜ、もうパート3なんだぜ、協力していこうや。おい、お前ら返事どうしたよ。ああ、そうだな。あれ、ちょっと待ってこうぜ、のび太くん。あ、待って、この氷は俺にくれ。ちょっと待て。あ、違う、俺の氷だ。はい、いただきました。あ、ありがとうございます。しんとこだった。これ取る。なんか凍ってるやついるけど。これ可愛くね。はあ、死んだ。じゃあ、スイスね。はい、ちょっと待ってね。ちょっと待って、落ちるよ。おい、ちょっと待って。おい、主人公何食らってんだよ。おい、どけ、主人公。お前みたいな主人公しかね。なんでエグの方に行くんだよ。あれ、あいつ死んだ。ある日、ケンツ、森の中、蝶、ムサゴミ、肉、レアタン、コブ、花咲く、モリモリチンチン、ムラムラソーセージ、コロパッチョン、コロツカマグカン、ディンコロカッタンピン、チーズドッグを食って引っ張って、それやっぱ、それってさ、所属の小学校によって違うよな。うん、違う。確かに、所属の小学校。お前、部活動かなんか入ってたらいい。はい、いくよ、ポンピン。これ、コインがいっぱい。いっぱいおっぱいチェリーパイ、いっぱいおっぱいチェリーパイ、あ、ワンツースリーパーソーサイトリーセブン、ジェクトバトペチャクタパラカテネ。ちょっと待ってね、のこんぱい。俺、お前いつも俺になったらそうやってあれとかって先導して言うのやめろ。つーか、お前7しかねえの。うるせえよ、コミ。結構クズじゃん。てめえ引きちぎっつう、顔引きちぎっつう、下唇だけ引っ張っつう、コミ。下唇、そこ案外引っ張られたらなんかちょっと血管プチプチ言うからね。分からんけども。分かんないのかよ。今までどういうのを経験してきたんだろうって。お前眼球のあの端っこの血管一本だけちぎってみ。充血するよ。絶対これなんかあるって。ねえよ。あるって絶対。ねえよ。耳元でうんっていうの見て。うわあ。ここ懐かしい。これてめえら。てめえら凍ってこそなんぼだろ。あ、もうじゃない。てかさ、これどういう原理なんだろうね。もう海の中で炎の弾出せるって。はぁ、ちょっと待って。まあ、早く来い。なんで俺が主人公みたいになってんの。俺だろ、一番最初行くの。お前らどけろよ。やだよ。あ、来たよ。倒して倒して、どんどん。俺出せないからさ、なんか先行って、早く。コイン大事なのに。ああ、うん、取れない全部。あ、ああ、早く早く行って。それ俺に取らせて、それ俺に取らせて、それ俺に取らせて。お、優しい。絶対お前取るかと思ったら優しいな、お前。ちょっと進化した。誰かとは違うんだよ。誰？ミサン。ん？ん？まあ確かに俺なら絶対取ってた。確かにな。うん。お前クズだもん。結構ね、前のマリオの動画を俺一人で見てたから。待って、みんな行かないで。待って待って待って、みんな行かないで。待って待って待って、早く行こう。ちょっと待って、よし、早く早く、このステージ早くクリアしたら吸い込まれる。あいつ一人で楽しんでるな。つうか、スティックで方向転換できるようになったんだな。こんなもん。早く行こう。このステージはな、危険だ。早く行くのか。そうそう、早く行かなきゃいけないんだ、これは。
早く行こう、早く行こう、早く行こう。ミサを取らせてね。早く早く。早く、俺は、俺は残しておいて、そう。早く行くぞ。早く来い。早く来いって。早く来い、お前ら。あ、ゲッソやめて、ゲッソ、ゲッソ、ゲッソ。俺どこにいんのよ。ああ、こいつフォーミングだ。俺どこにいんのよ。痛い。ごめん。おぉ、ダメだ。見えなかった、今。うん、ちょっとゲッソやめて。ああ、ダメだ、ふー。ああ、ゲッソ。ざましいね。俺ここにアイテムがあると見た。なかったね。シンプルにないやん。ここよ。ああ、そう、あいつ一人が使う。俺が気が悪い。残機一桁が喋ってら。本当だよ。うるせえお前、少し優しいキャラ使ってやがって、ボケ。ガチやお前、そんな使ってっからお前人生破産してんだよ。ボケにお前力こもりすぎでしょ。お前のスマホだけぶち壊れろ、ボケ。ボケ家燃えろ。家も車も溶けろ。人生破産しろ。今回俺に任せろ。ひどいこれよ。おい、取れお前ら。お前らクッパ取んなよ。緑だけ取れよ。ほら緑取ってるよ俺ちゃんと。緑取る嫌いなんだよ。え、何そういうこと言うの。ナイス。取れよお前ちゃんと。はい、来たよ。あー、取った、それ取れよ。あ、取ったよ。来るよ。取ったよ。マリオもう全部取っててるもん。強欲だからちょっと。まあ確かにね、マリオってそういうやつだから。うん、ほら、あった。あ、ほら俺もう二桁に復帰してるから。何のホラーなの今の。ごめんみんな、あんだけ文句言っちゃって。俺も二桁に参戦したよ。参戦二桁に戻ってきたよ。ただいま。おかえりぐらい言えよ。おかえり。おかえり。おかえり。お前いつも携帯をマナーボードにし忘れるけどさ。お前遅かったな、戻ってくんの。お前誰。お前一桁やんけ。お前元カレなかった。なんだって。あーい、やだ俺ここ。ちょ、こういうステージでさ、俺一つ思い出したことがあるんだ。何？こういうところでさ、確か3年前俺らしりとりしなかった。した？しりとりしようぜ。山手線ゲームじゃね？あ、山手線ゲームだっけ。ああ、じゃあ山手線ゲーム G2 やろうぜ。これもうスタートしてんの？スタートしてるよ。山手線ゲーム G2 イエーイ。てんてん。あれなんで動かないの俺。電池切れない。え、いや電気通あるよ。電気通、電気通、電気通、電気通。はい、じゃあ早く山手線ゲーム G2 やって。あ、誰か最初。じゃあ最初ブラック、ね、このステージ野球選手。タンタン一色、タンタン二色、タンタン四。え、順番決めてからやろう。このちゃんそうだよ。じゃあ順番誰決める。誰決める。誰でもいい。じゃあ野球選手はもうやったから多分俺ら。やってるやってる。じゃああの好きな食べ物でいこう。それ人によるから。あーもう一桁になっちゃったよ。じゃあお題誰か決めて。お前ら決めれる余裕もないってから。じゃあしょうがねえな、俺が決めてやろう。じゃあチンパンジー行けって。お前ら何言ってんの。お前らなんでそっち行くん。いや本当何言ってんの。ちょっと誰も聞いてないし。じゃあ魚の名前ね。いいよいいよ。山手線ゲーム G2 イエーイ。タンタンサワラ、タンタンアーユ、タンタンマグロ。順番守れって言ったろ。3番目にさよって言ったよ。男子言ってないよ。じゃあもう一回坂の名前でいこう。最後いくね。タンタン歩み、タンタン誰。すっごい誰。あ、ペース早く。いや早く順番教えろや。じゃあお前だから俺ブラックミサンエグだって。はぁー、ちょ待って、誰もいないやん。こいつらすぐない、すぐ泡になる。なあ、こいつは泡になるかけらもねえよ。ん、すぐなる。おもちゃや。あ、危ない。おいおいおい、危ない。ちょ、待て。うぅ、これ、取ったら食らわない。大丈夫だぞ、ミサン。ちょ、待て。このオンプ、オンプのとこにいたら危ない言うとるやろうが。ルイーズ。ルイーズ、ルイーズ、ルイーズ。ちょうだいルイージな。あ、あ、これちょっとここにあるぜ。ちょ、キノコ、キノコ。あ、お前らそんな冒険してるからダメなんだよ。あれ、譲ってあげたんだ。入れさせて。
先っちょだけ先っちょだけ先っちょ先っちょだけでいい全然ごめんなしねおーいいね中出しね楽しいこの会話結局下ネタ言っとるよさあ、あれこん…え、普通じゃんこいつ弱っこいつザックだよ、こいつザック、めっちゃザックこいつビビってるぞ、こいつビビってるよビビってるなこいつビビってるよそんなやつ、はーい場所作ってんだよこいつビビってるぞいつでも避けられるようにしてんの何やってんのお前お前らがビビってるからキール早く行けお前あっぶねこいつクズやん、ほんと何がお前俺ちゃん俺がラスト倒してやるよお前えおかっこいいじゃん、今のごめん、あの復帰したてなんだまだ動けてないじゃんお前もうボス倒さんといてこういう雰囲気になるからどういう雰囲気だったの雰囲気って悪くなるんだボス倒しただけでお前がボス倒した空気悪くなるお前らが雑魚すぎるから悪いんだ何言ってんの空気悪くなってんだよお前残機で物語っとるやんけお前の雑魚さが何つった今そう言ったら俺もやんけ大丈夫コンティニューの数はまだないあそう俺コンティニューしてないからまだゼロだからお前らはまだその時楽じゃないから逆にこっちの意味あの意見も分かってその開けたくもね扉を進めてくんじゃねえはお前俺だって開けたくなかったけどなんか開いたぞそこまでピンって3回開けられてるんだよねあのね何回もその認証させられるもう3回だからお前壁生えたパンと普通のパンどっち食べるえ俺ジャムパンカビ生えたカビ生やすいですね待ってあーステージあれやんけこんなのあったっけあったよ魔法石に飛んでくるじゃんここでしか山手線ゲームやったのそうだあーそうだじゃあもう山手線ゲームやめて卑猥に聞こえるしりとりしよういいよいいよじゃあ俺からねじゃあ俺からねうんリンゴじゃあ俺次バナナおーいいねあれ死んだよしりとりじゃなくて確かにちょっと待ってあいつじゃあ卑猥だけしりとりしようじゃあ俺からね、うん、リンゴはいじゃあこうねブラック5もう全部強引に下ネタにつなげちゃうゴリラマンゴーとか見てみんなほら何おいまだ入るなよおい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 何してんの何がいやそこで何か生まれた逆にだから上登らないのあともう上登ってあるやんはーい待って俺残機やばこいつラックお前しかいないぞあエグいたわかわいそうあ、まあ、ミスあれは俺が取らなくてもいいかチケなんつったよチケチケほっ何この魚こいつやべえ通称棚かなそうなの俺ブラッドピットだったんですよお前それやべえだろブラッドピットなんて言うなんて言うちゃんとちゃんとって何ピット言うんだよ何ピットってどういうことお前のメモリの数が分かんない何ブラッド何ブラッド言うの何ブラッドうん6ピットや6ピットやんけじゃん6ピットで4ブラッドだからあ、そういうこと難しいねうん、何言ってんだろうねもうよく分かんないはいお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 いちょ、俺、あわあわあわオッケーあれあこの上でも行けるって本当にほらほら本当だはい、行ってこいお前行ってこい早く早く行けよお前ゴミ見えねえんだって行けるやん上こい上こいお前らあれ本当やあこっちやミサウンどうしたお前がそんなに下手くそになっちまったらもう終わりだそれが一人くらい上手いやついないとダメだろ俺よりもクズみたいなのいやお前よりクズいないえ急にガチになるのやめてあい待って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 悔しいですさっき一人でクリアしてたからなまあいいかつけはまま、あれ俺いなくね怖いことね沈んだ死んどんじゃないあれ怖いから聞こえてくるよあ、遅れて聞こえてくるよ遅れてないしあれ声がね遅れてくるよあれ声が遅れてくるよ聞こえてくるよあ、ここで喧嘩したなそうだな、うん、
じゃあ、もう一回喧嘩しよっか。死ねお前。なんは全部行こうよ。行けばいいじゃん。何その態度。普通に仲間にしてるじゃん。もう言葉も発さなくていいレベルの中なんだな。よっつったらついてくんだ。あこいつ、うん、逆に今まで何のことを思ってるの君は。違う、お前らまだ喧嘩してんのかなと思ったんだよ。俺久々のピンチだ。あえ、うん、こんばんは。お昼のニュースいないよ。お昼のニュースあれ、昨日いいでしょ。あんなとこのチビよりだ。あれー何が起きたのかな。ちょっとどこに行こうとしてんの俺の泡。あれどこにいんの？ミサウか、さっきから。ミサウ待てよ。まだこれ取っとかなきゃ。兄貴。取っとかなきゃ。しょうがねえな。取った？ナイス、お前の近くで取ったんだな。さすがお前だ。なんか鳥飛んできたぞ。はい。魚だった。あれを、あれ多分アイテムでしょ？うん。さあ、行こうか。アイテム取っちゃない。はーい。はあ。大丈夫、エグチュン。早く。はいはいはい、おかえおかえ。は？ピーチなんてそこを戻るやん、お前キノコの。だからあんまピースイッチあるよ。ピースイッチあるよ。はい、今危なかった。危なかったな。これアイテムだと思う。それアイテムだよ。あ、よしだ。ちょっとアルゲームだ。その下アイテムだと思うけど取ってくるわ、俺下のやつ。しょうがねえな、じゃあ行こうぜ。みんなで協力することがこそ協力プレイというものだろう。おい何もしなくても勝手に進んでいくぜ。これは協力プレイだ。おヨッシーとうんちが漏れそうな時こういうことになるよ。あっ、俺のキノコ。あっ、キノコじゃない、牛乳、あ、牛乳じゃねえ。チューエキサイト。あっあれどこいんのマリオ。マリオ上、一番上。お前汚ねえな。汚ねえなお前。本当に俺何気かよ。なんでお前らこいついねえんだよ逆に。え、捨てたよそんなもん。はい、かわいそう。あ、マジで一番危ない、一番危ない。あ、マリオいるか。ふん、もらったぜ。あれあれあれ 1?4? 俺、1より4の方が。やめろよ。 4?1 はだっていいやん、まず。もういいやん。いいやんって別に俺は。でもこれからでしょ。ん、そう、これからよ。これからだよ。いや、わざとだからこうやって残機減らしてんの。あ、なるほどね。エグのことを考えてあげてんのよ。じゃあ、目立つじゃん。二度と文句言うなよ。目立つじゃん、あいつ。二度と文句言うなよ、俺に。なんで？なんで？あ、もういい、そっち行け、そっち行け。行くよ、これ。やめろよ、お前。これ動画なんだよ。動画のってプライベートじゃねえんだよ。ちゃんとしろよ。もうちょっと丁寧にやろうよ。あ、ごめん。じゃあ、もう一回行こう。もういいわ。えれれ。じゃあ、ここね。はい。なんか、まだいるくね。トゲトゲウニラの。いわば。普通に言うんだ。え、逆に何を求めてた。俺も何がすごいやつやるんかなと思って。俺どこ行った。どうやってやるの。え、何してんのお前。アイテム取る。アイテム取る。アイテム取ろう。これだよ、これ。アイテム取ろう。あ、一匹捨てちゃった。待って。あ、一緒に行こうぜ、これ。はぁ、なんでそうやって俺のこと見捨てる。どうやって掴むの、これ。あぁ、ワイ。ふっふっ、また泡使ってるよ。いいじゃん別に。本当クズだな。泡なんて何回でも使っていいんだよ。ダメだよ。ダメじゃねえよ。ダメマリオなれるんだここ。はいはい。あっ、この能力強っ。あ、待って、俺に取らせて。俺に取らせて。やだやだやだ。俺のだよ。俺持ってきたんだもん。はーい、いただき。これ絶対上あるぞ。上あるね。ほら、いいの取りやがって。復活向きだ。マジこれあると超楽だな。これ俺が取るでしょ。マリオがマリオじゃなくなる。え、超楽。え、この選手結構むずくない。おめえなす。これむずいね。結構むずかったけど今めちゃくちゃ楽やん。あ、上あるやん。これやる。これやる。やっとこう。やっとこう。1だよ。俺1取ったよ。2取った。うえ、はい、3取ったよ。はい、4取ったよ。はーい、5取ったよ。はい、8、オッケー。はーい、おっぶね。やっぱマジ超楽じゃん。あっ、待って、よし、おりゃ。
ザコだな。いつまで経ってもお前は。本当。お前誰？お前に言われたくはない。扉の開け方教えてやろうか。え？まだ俺扉開けてねえもん。だから教えてやるよ。いや、そこまで行かねえし。最初の扉って勇気必要だよな。確かにな。わかるわかる。ただ2回目からもう気楽だぞ。いくら行ったっていい。まあ、3回も開けてっからな、お前。もう？もうお前現実を受け止めろや。なんでそんなビスケットしちゃったの？そうだよ。やばくね。ちょっとそう言ったらもう編集でカットしたから全部バレるね。大丈夫、もともとその編集する気ねえから。おー、これヨッシー持ってれば。あぶね。スクリューできるんだ。超余裕やんこれも。待て、俺のヨシコ、俺のヨシコ待て。俺のヨシコって誰？俺のヨシコって砂の中に消えてた。ちょっとそういうことしないでよ。これクールか。あれあいつもう第4の扉開きそうじゃね。お前ら勝手に行き過ぎなんて。ほんと、いや、なんでヨシ捨てたの。めちゃくちゃ楽だな。お前らが先に行くからだよ。あ、ちょ、ほんと楽だなこれ。楽すぎてマジチンポジ直すわ。え、お前チンポジあったの。チンポジあったってどういうこと。チンポジしかなかった。チンポジ、うん、チンポジあるもん。あなたのチンポジはどこ。あーなるほどね。鼻からあなたのチンポジ狙いを決めて俺のチンポジ。あ、一個取ってない、一個取ってない。なんか来たぞ。なんかイカついに来てるけど。さあ、俺が戦ってやろう。あ、食え、ほら置いてきちゃった。ミサオよくそれ。あのヨッシーでも待ってよ。ミサオよくそうやって持って帰れるな。そういうの。だってこいついたら楽じゃない。うん。いや、そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。なんで持ててんだよって言ってんだよ。だって持ててる。待てよ。おい。協力しろや。いや、協力協力っていうか知らねえよ。あ、俺これ閉じ込めた。はい、はい、はい、スマッシュブラザーズ。よし、なんで HP 取ってんだよ、てめえ。HP? 1アップ取ってるぞ、こいつが。そう、底辺の人間やばいじゃん、それ。顔だけでそこまで言われると思わなかったわ。底辺やべえ、BB になりそう。ブラックビーンズで。あ、まず何も聞いてないよ。おめのことだよ、おめのことだよ。俺のことなの。思いっきりビンタしていい。なんで俺だけそんな体罰受けんの。このマイパーとこの体罰。ビンタしていい。これだけは、これだけ持っていくなよ。わかったわかった。なんだ、振りか。振りか、お前。俺青見るね。やめろそういう振りは。俺かける2持ってくわ。俺これな。かける2は任せろ。これだ、これかける2。これ大丈夫、これ大丈夫だから。本当に。うん、ほらな。はい、どうもみんな、会議しようぜ会議。ちょっと一回あのマイクオフにした体罰の系でも。あ、やべえ、当てた。またじゃあ一回まずあの3人でさ、うん、あの何の罰を与えるか考えよう。まず死刑でしょ。死刑。あと何、下切る。もう社会的使用に与えたいんで。あ、いいよ。なんかこいつの秘密を今暴露しちゃおうと思って。あ、いいよいいよ、やろうじゃん。はい、いいっすか、俺じゃあ暴露しちゃう。いいよ。この子はね、あの口からなんか、あ、すんごいの生み出すんですよ。うん、バクロっていうレベルじゃなくね、みんな知ってるくね。うん、え、そう、うん、お前、秘密持てなさそうだもんな。なんか口から魂出し、まあ、秘密があったとしても、多分普通に動画内で言ってる。うん、マジで。うん、多分こいつは人間じゃねえもん。感情というもんがねえから、こいつ。俺もそいつ、俺もそいつくらい。うっ、俺このステージか。ルイージ、かっこよかったけど。ふぅ、俺はルイージ影の主人公と呼ばれてる男だ。やめろ。マリオという表の主人公とは違い、俺は言う。ブサ、影の主人公死んじゃってますけど大丈夫、もう一回です。あの、なんでやねん。仕切り直し、今。おい、ブラックだよ。今から仕切り直しするから。取ってくなよ、お前。仕切り直しする、今から。何、うん、うん、さあ、行くよ。この姉さん今暇。俺の名はルイージ、影の主人公である。表の主人公のマリオとは違い、俺は影の主人公として裏で活躍をするとてつもなくかっこいい男だ。終わり。かっこいいとこ見せてくれ。かっこいいじゃん。任せろ。じゃあお前ら俺の後に続け。さあ早く来い。なんでマイクね。おい、言うこと聞かんかい。はい、はい、ついてこいよ。俺たち先導してくれ。分かってるよ。体調くらったっす。おい、お前ら。お前ね、やっぱりお前アップないしゃない。ほら、俺についてくれば当たることはねえぞ。これは取れ。あ、そうだ、リーダーの俺に。あ
おい、ついてったら死んだぞ、ゴミ。今のは死んでない。いや、違う違う、俺は死んだよ。お前は死んだのな、そんな知らん。よし、じゃあついてこい。俺の名はルイージ。お前、二度と隊長の彼女も言うなよ。あ、やめて。俺、おぉ大丈夫か。おぉ危ない。おいお前らどんどん死んでやがって。待てよ、今が昔人間か。俺の名はルイージ。裏の主人、なんでよ、影の主人公として活躍する男だ。表の主人公マリオとは違って裏で活躍。待って、これ余裕ねえわ。もうそんなことしろ余裕ない。はい、お前らついてこい。はい、はい、やっぱマリオは最後なんで。お前使えねえもん。お前がついてこいつ。確かに、あれお前俺じゃねえし。何が起きてんの。何あいつ。ちょっとやばい。俺もコンティニューの扉開きそう。お前はコンティニュー、その影の主人公でもなんでもねえから俺ちょっと慌てて。ああ、間違えた。答え間違えた。早くしねえよ。絶対なんかあるぞ。あったー。なんですね、ジャンプ力低いの。あー、ごめんね、とちゃったー。あー、ごめん、食らっちゃったー。おい、まず一回やる。おい、待ってくれ。どうした。俺は3人で動いてる。助けてほしい。何が助けてほしい。編集か。いいか、お前らコインを集めるんだ。お前、今のところマイパート俺編集しなきゃいけなくなってるけど。マイパート編集してくれ。でもさ、どうすんの。もういないけど、お前はあの数字を1にしたところでお前いないよ。そう、いないね。あの、じゃあ画像貼ってればいい。あ、画像貼っとく。動かない画像。ずっと立ってる。それでいこう。ずっとなんか変なの。それでいこう。それでいこう。いや、じゃあここだけお前映しとくわ。大丈夫、視聴者もバカだから。あ、大丈夫、オッケー。多分ね、俺がただいるだけでもバレないと思う。あ、なるほどね、うん、じゃあずっとなんかあの動かないけど、あの、まあ、キノピオ貼っとくわ。そう。あ、てか、あの意味は考えてください。貼っけないで。うわー、来たよ。はい、危ない危ない危ない。さすがに何回も死ぬわけにはいかないんでね。へっへっへっ、何もしてね。うおー、ばいっ。あった、なんない。どこにいるあいつ。上、マリオ早くしねえよ。ピッ。早くしねえよ。はい、影の主人公、行ってこい。任せろや。うわ、影の主人公が。なんで行けよってさ、お前くん。だってもたもたしてるから。お前はいいよな。じゃあの、このパートの後半の方から俺風邪でいなくなったことにして。だから動いてないからなんかああいう風にすぐ死んじゃうみたいなこと言ってて。何言ってんの。何言ってない。今のところ何も言ってないこと。あ、そう、うん、ごめん、なんかそうだよ、まあ、もっと謝った方がいい。じゃあお前いないことにする。風邪消えたんでしょ。後半ね。あ、後半ね。でも今はいる。あ、そう、今帰ってきた。あ、今帰ってきた。戻ってきました、今。どうも。あ、そういうこと。まあ、なんで俺知らねえうちにコンテニューなんかしちゃって。え、そんなん言っちゃったらもう終わるやん。なんでコンテニューしちゃったって言っちゃうじゃん。俺が風邪でいなかったから。もういいわ。めっちゃ言い訳してる。え、もうここまで来たの俺ら。あれ、これってさ、なんか母船みたいなやつじゃない。動く船みたいな。動く船な。そのまんまだね。ここに乗る。あ。何あいつ。何あいつ。あ、行ったみたいな。暇だな。なんで俺最後なんだよ。なんで俺一番最後なんだよ。ああ。マジ意味わかんない。お前で意味わかんないよ。マジでお前が何でいつ死んだのか全然わかんないもん俺。なんかあいつなんかキャタピラみたいなやつが。連れて歩くな、お前は。もういや、別に連れて歩きたいわけじゃないけどね。あ、痛い。お前そういうことする。ちゃんと取るんだな。あい、あれ壊せんのね。いや、やったじゃん。やったっけ。やってよ。くお前3年前の記憶なんて覚えてんな。あれ、ほら、ほら、俺と同じことになってんだ。うるせえ、お前。これで死んでました。誰お前。あ、ざまみろ。やばっ、やべえ。あいつあと2回だ。はぁ、はぁ、はぁ、そんな簡単に俺はコンティニューの扉なんて開かねえさ。コイン取ったらあいつ一気食えるぞ。だから早くコイン取りてんだよ。あ、ちょっと待って、頑張れ、ほら、何個頑張ってくれ。あれ、これ取りてえよ、俺だって。あれ、いや、ホワイトかミサオに取らせてやれよ。あ、なんでやねん。そうだよ、散々裏切ってきたやつらに何でそんなもん。めっちゃ性格悪くなる。クズみたいなこと言ってんのよ、お前。お前すっごいクズになったな。それはそうだろう、お前このゲームやったらひねくれるわ。
コインは取ってやる。マリオって結構友情崩壊ゲームみたいなもんだからね。そうそうそうなの多分ね。なんでお前真ん中開けねえんだよ。めっちゃ待ってたやんけ俺。しかもなんでこの、はぁピーチいいや。俺かいね。ちょ待って、それだけはくれ、それだけ、それだけ、それだけ、それ、ちょ待って、取れない、取れない、取れない。ちょ待って、マジで取れない。ほんと、いやぁ何してんだよ。じゃあエグ行けよ。言ってる。お前別に何回死んだっていいだろ。言ってるって。どうせ変わんねえだろお前。言ってるって。俺だって言ってるって。早く行けよお前、ロックオンされるよずっと。早く行けよお前。ホワイト。待って待って、今取りに行くから。待って。オッケーオッケーオッケー。いや、後ろから来てるって。早く。何やこいつ、ずっとついてきようと思う。めっちゃ仲いいよお前のロケットと。そのまま一緒に過ごせよ。仲良くなってんじゃねえ。ちょっと早く。はあ、みんなビビってる。そりゃそうだろ。お前はビビってねえだろ。めっちゃストーカーだもん。お、これ確か結構むずくなかったっけ。ジュニアクッパあれだよ。あのロケットをさっきの追尾みたいなやつやってくるやつを、あのこっち当てるやつでしょ。正解。当てればいいんだよ、これで。狙わせて。大丈夫、俺主人公だから影の。狙わせて。俺のこと狙ってくれすらない。俺を狙え。ほら、おいおい。あれ、しょっぽくね。来るか。ほら、別に当たっても大丈夫なんだ。ほら、じゃあ、プニッカが握手。はぁクッパジュニアに当たっても大丈夫なんだよ。あ、いった。後ろのプロペラみたいなのダメなんだよ。いや、プロペラに当たっても大丈夫だよ。ほら、顔ちぎれても大丈夫。プロペラじゃ顔ちぎれないってことでしょ。そう。ほら俺を狙え。自分の命を犠牲にして戦うみたいな主人公かっこいいよね。あれ？あ？あれ？なんで？怖い。はあ！いけ！そういうことする？だろこのゲーム。どけよお前。さすがにね。何してんの？マジ？何やってんのお前？何してんの？いやもう俺狙われないからさと思ったらめちゃくちゃ狙ってきた今。え？はい、ざま。俺のことバカにするから。そうしてないけど。確かに。ちょ、待って。やばいよ、やばいよ。やばいよ、ちゃんと倒そうよ。来たよ、ほら。はい、よしよし、ちゃんとやった。すごいね、ちゃんと狙われた人のポイントになるんだね。すげえな。危なっ。あと1回でしょ。あの動画のこと見てるんですよ、これ。めっちゃ俺のことガンつけてんだけど、おい、お前やんのか、お前リアルファイト使うわ、おい、来いよ、お前、これおい、おい、何言ってんだよ、余裕じゃない、余裕と、あいつめっちゃ俺にガンつけてきた腹立ったクソガキかよまあ、あとボコッから帰ってきた、ほらはい、今の現象なんて言いますか？ドッペルゲンガピチャイマのパイプもあ、待っててくれてる、待ってる、一回セックスしてきただろうな、誰とだよ、ん？ピーチとどこ？時の場所だ。でこれさ、さっきの上の場所行ったらさ、別のステージあるのかな。まあ行かなきゃいけないだろうね。行くよ、今から。行く？今から行くんだ、うん、じゃあ、ここら辺で今回は終わりましょう。はい、じゃあ、閉めてください。はい、よー、はい、まだ終わってないよ。